決勝が4試合行われます。まず男子73キロ級金丸雄介、金メダルをかけて韓国のチェ・ヨンシンとの決勝戦です。5分間の試合が始まりました。まあ、予想通りの対決ですね。そうですね。この両者は喧嘩四つです。組手は金丸が右、白の金丸はですね、はい、下からちょっと間合いを取りたいですね、はい、ちょっと赤のチェは上から持って間合いを詰めたいですね。去年のミュンヘンの世界選手権で銀メダルを獲得している金丸、あの時と同じように山下さん、今日は攻める柔道が目立っていますね。よく前に出て、そして前後左右技を繰り出してどんどんポイントを稼いでいく。今日は積極的に勝ち上がってきている金丸。右手を早く掴みたいですね、相手の襟を。逆にチェ・ヨンシンに左の奥襟を与えてしまってはいけません。まあ、金丸もやはり一番この階級今大会手強いのはチェ・ヨンシンというふうに話しています。左の組手で非常にこう組手が強い、しっかりしている、技も切れるという話をしていましたが、しかしその相手に背負いを一発決めていきたいという意欲も話していました。ちょっと実は気になっているのがですね、はい、金丸は右足をちょっと引きずってですね、あ、いつかどっかで痛めましたかね。準決勝でちょっと膝を痛めたんですね。先ほど大したことないって言ってたんですけども、これは効果、チェ・ヨンシンが効果。ここは気をつけてかんですよ。こう外で足をかけておいて倒されてしまいました。チェ・ヨンシン効果ポイント1分35秒です。しかしまだ時間があります。金丸は今日の初戦でもやはり開始早々、はい、1分足らずのところで効果を取られましたが、その後落ち着いた試合運びで逆転しています。今度は止め投げ、顔つきは気迫十分の金丸です。ご覧のように今効果のポイントチェ・ヨンシンが持っています。武道体育館、今日は北朝鮮からやってきた応援団、そして地元韓国の応援団が韓国の選手、北朝鮮の選手に合同応援を行っています。この大声援の中、金丸雄介決勝戦に臨んでいます。まだポイントはわずかに効果のみ。やはり先に組みたいところですね。先にですね、右手で相手の襟を掴みたいですね。それを徹底して血を嫌ってるんですね。掴みに行ってるんですけども、ボタンしてくれないですね。ただあまりその組手にこだわりすぎますと、先ほどのようにちょっと小技で揺さぶられるところもあります。これはチェの技だ。チェの組手内股に行きましたが、これは金丸しのぎます。金丸は立ってやった方がいいでしょうね。そうですね。返していくチェ、締め技も狙っていきます。金丸としてはなんとかしのいで立っていきたいところですが、これ止められます。ちょうど半分が経過したところです。男子73キロ級の決勝、男子はここまで4階級金メダルを独占してきましたが、今日はその一角がすでに崩れています。66キロ級尾身川は銅メダル、やっと持ちましたね、釣り手。さあここからです、ここからです、はい、もう今のようにあれですね、不十分でもいいですから、どんどん技をかけてた方がいいですね。そうですね。その中でリズムを掴んでいきたい金丸です。この1年間は両肩の亜脱臼に悩まされてきました。今日もその保護のためのテーピングを両肩にしています。そして準決勝で痛めた膝の具合も少し気になるところですが、それを振り払うように軽いフットワーク、足よりもしかしまずは組み手、右の釣り手を取りたい、両手使ってでも持ちたいですね。これは相手十分だ、これはしのぎました。絡まれた襟を掴むと先に攻めて逃げるんですよね。そうなんですね。金丸が右で釣り手を取ると、左で背中のあたりを取って内股、駆け逃げ気味ではあるんですが、そうですね、持って持つと切られるんですね。
さあ金丸出ていく、前に積極的に出ていく。残り1分半を切りました。ポイントは効果のポイントをケヨンシンが持っています。その差はわずかです。はい、まだいいとこ持ててないですね。また内股に行く。ここは立ちたい金丸、寝技に引き込もうというチェ・ヨンシン。チェ・ヨンシンがまた必要な寝技。こうして時間が経過していく金丸は苦しいところです。これ止められました。金丸助かりました。残りは1分2秒、まだ時間はあります。チェのリードはわずかにポーカーのポイントだけです。金丸には嫌われても両手でもいいからやっぱ掴みに行かないと、はい、持たないことにはですね勝負できないですからね。あの準決勝のパクチョルス試合でも組むよりも先に足が早く出るような大外でねポイントを取りましたのでね、はい、組み手不十分でもどんどん技を出していきたい金丸です。はい、73キロ級の決勝ポイントではわずかに効果の分韓国チェヨンシンがリード。さあ残り1分を切りました。ここからが勝負。金丸技が欲しい、組んでの技が欲しい。逆に技を仕掛けてくるのはチェ・ヨンシンですが、かなり駆け逃げ気味ですね。駆け逃げ気味ではあります。今も襟を持った瞬間に振ってますよね。はい、立ちたい金丸、金丸は立ちたい。時間が経過していってしまう。こう回ったらダメですよ。ここでしのいで、がーやっと止まりました。残りは28秒。金丸に残された時間が次第に短くなってきています。さあしかし組んでの一発を狙いたい。前に何があっても掴むしかないです。さあ掴んだ。ここから技に行きたい。大外で行く。足を狙ってくるとこれ止められました。主審が止めました。ポイントはわずかに効果の分だけなんですが、駆け逃げは取ってくれません。残りが10秒を切る。金丸立ちたい。寝技には行きたくない。時間がない。ここで試合終了。金丸わずかに及ばず、チェ・ヨンシン逃げ切りました。韓国男子はこの大会初の金メダルということになります。まあ、昨日までの2日間は4階級すべて日本に金メダルを独占されてきました。そうした中で地元で韓国チェ・ヨンシン初の男子の金メダル獲得です。金丸は及びませんでした。持たせてくれなかったですね。もうかなりあの山下さん、はい、駆け逃げ気味の、ね、試合運びではあったんですが、審判が見てくれませんでした。そうでしたね。わずかな攻防の中で足をすくわれて、そこで奪われた効果のポイント一つ、これが最後までこのチェヨンシンの気持ちの支えになっていきました。